スーパーツキッシュカートは GPLV3 で公開されているフロスのレースゲームである。Linux、MacOS、Microsoft Windows XP 以降、Android で動作する。元はスティーブ・ベーカーが開発し、バージョン0.4、0から休止していたタックスカルトのフォークとして始まった。g n u ナラック、マリオカートシリーズと基本は同じだが、バージョンの経過とともに違いが出てきた。 様々なオープンソースのマスコットキャラクターが選手で、モジラ・サンダーバードが審判を務める。ソロプレイ及び対戦に多用している。スーパーツキッシュカート0.7スーパーツキッシュカートは、スティーブ・ベーカーによって2000年4月に始められたタックスカルトプロジェクトに基づく。タックスカルトプロジェクトは、内部の開発に関する意見の不一致により、2004年3月に中止された。 プロジェクトはスーパーツキッシュカートとしてフォークされたが、プレイできず、メンテナンスもされていない状態だった。2006年、ヨルグ・ハイカー・ヘンリックスが、エドワルド・コズ・ヘルナンデス・ムニョスの助けを借りて、プロジェクトを復活させ、ゲームをプレイ可能な状態でリリースした。2010年、スーパーツキッシュカートは、SDL とプリブライブラリーのグラフィックスへの使用をやめ、 イヤーリッシュドエンジンを新たに使い始めた。この結果はバージョン0.7でリリースされた。2014年の1月17日にはコードのレポジトリはソースフォージから GitHub に移されることが公式にアナウンスされた。2015年にリリースされたバージョン0.9では大きく修正されたバージョンのイヤーリッシュドが使われている。2017年3月 スーパーツキッシュカートはスティームのグリーンリッドであった。しかしながら2019年9月時点でスーパーツキッシュカートはスティームで利用できなくなっている。2019年9月ヨルグ・ハイカー・ヘンリックスは統括開発者の地位を辞任しベナウとアライアンが新しいプロジェクトリーダーを引き継いでいる。ありがとうございます。